今回はですね、スターゲームズさんという、GTA5 の、主にグリッチやバグなんかの記事を紹介している、サイトさんから、ちょっと、受け売りの情報なんですけども、マットカラーにですね、ペイントで車のペイントでマットカラーになんかパールセントをかけられるってことらしいんですね。なのでやっていきたいと思います。まず最初にマットを選択しておいて、その次にメタリック、あ、まずマットですね、好きなマット選択します。どれでもいいので、じゃあ青でいきましょうか。まずマットを選択します。次にメタリックを押して、選ばないで戻って、でクルーカラーを選択して適用し、パールセントがかけられた成功ということで、はい、パールセントをかけられました。はい、簡単ですね。まず最初にマットを 選ぶと、で適用すると、マットを適用すると、次にメタリックを選ぶと、で適用はせずに、バツボタンでメタリックから戻ると、次にクルーカラーを選んで、クルーカラーを適用すると、その次にですね、戻った時にパールセントが表示されてれば成功ということで、はい、まあちょっと今回はこのなんだっけな、フロストホワイトだっけ、一番眩しい白を適用したんですけど、ちょっと、あ、夜なんでちょっと分かんないね、よく。あー、でもね、確かにね、質感とかは変わってますね。なんか普通のメタリックに対するパールセントは違いますね。